詳しく話す。お前の小説の続編じゃあるまいし。ここに来て問題が山積みか。船虫だっていつ来るかわからない。あなたには人質として交渉の役に立っていただかないと。ボロボロになったあなたを見て本当に動かないのかどうか。今度は私が守らなきゃ。絶対に生きて、みんなでここから帰る。今頃資格は父ちゃんのところに届いた頃だ。私たち全員が束になってもかなわなかった相手を一瞬で。どうかな、忍びってのは。そんなことじゃ動かねえぜ。信じられないような強さだった。まるでボルトじゃないみたいに。そういや、あのデカブツはどこにいる？そちらは共同開催ということで納得してもらう。これ以上の譲歩はできぬ。納得してもらう。新規が資格を届けるまで時間を稼ぐんだ。